フランス国鉄 BB12000 系電気機関車は、かつてフランス国鉄が所有していた電気機関車。1954年から1961年にかけて製造されたフランス初期の交流電気機関車であり、アイロンやクロコダイルというニックネームで呼ばれていた。この項目では BB12000 型と同時期に導入された BB13000 系電気機関車、CC14000 系電気機関車、CC14100 系電気機関車及び BB12000 系の同系車両であったルクセンブルク国鉄 BB3600 系電気機関車についても解説する。SNCF をはじめ、世界各地で採用されている2万 V50Hz の商用電源周波数を用いる交流電化は、 1936年にドイツ国営鉄道が運営していたヘレンタール線での試験運用から始まった。しかし、第二次世界大戦による中断を経てドイツが敗戦した後、統治を占領統治したフランスによって試験は続行されることとなった。その後、1950年からはフランス南東部のアンシー船を電化し、4種類4両の交流電気機関車を導入した上で、 本格的な試験が行われた。それらの結果をもとに実用化の目途が立ったと判断したフランス国鉄はフランス北部のベランシエンヌ・ティオンビル間の3 6 3トルを交流電化の第一陣として電化することを決定した。この区間は沿線で鉄工業が盛んなこともあり、1954年の時点で年間1100万トンというヨーロッパ屈指の貨物、 輸送量を記録しており、計画時には最軽量の交流河川を使って最重量列車を運ぶというスローガンが掲げられていた。そして、それまでこの区間で活躍していた700両以上の蒸気機関車に代わり、用途に応じた4種類の量産型電気機関車が導入されることとなった。その中で当初は旅客用、後に、 火脚療養の形式として製造が行われたのが BB12000 系である。車体は中央部に運転台が設置されたセンターキャブと呼ばれる構造で屋根上にはひし形パンタグラフが2機設置されている。製造コスト削減のため運転台など車体の基本的な構造は BB12000 型を含めた4種類の電気、機関車すべてに共通する。車内には イグニッション変速機が設置されたほか、整流機として容器に封入した水銀と炭素電極間のアーク放電によって整流を行う水銀整流機が鉄道車両で初めて採用され、日本を含めた多くの交流電車や交流電気機関車が水銀整流機を用いるきっかけとなった。1954年に最初の車両が納入され、試運転では 滑り止めなどの対策なしで1100トンの列車を牽引した。さらに BB-12006 号機を用いた試運転では10パーミルの勾配区間でも2000トンの列車が牽引可能であるという記録を作り、粘着係数は50%に到達した。これらの結果を踏まえ、初期の車両は最高速度時速140キロメートルの 旅客専用電気機関車として製造されていたのを変更し、歯車比を増やした上で最高速度を時速 120km に下げた過客兼用電気機関車として運用されることとなり、旅客列車から鉱石輸送の重量級貨物列車まで様々な列車の先頭に立った。1954年から1961年まで148両が製造され、 ストラスブールをはじめ5カ所の機関区に配備された。1989年初頭には55両が貨物輸送で活躍し、10年後の1999年の時点でも24両が在籍していたが、ビーコンによる速度制御装置を搭載しておらずにせに1年以降の使用が不可能になることから、新型電気機関車による置き換えが急速に進んだ。 その結果1999年11月27日に定期運用から撤退し、以降は鉄道愛好団体による臨時列車などに用いられたものの同年12月28日をもってすべての車両が廃車された。以降は複数の車両が各地の博物館や車庫で生体保存されている。同型車両として、 公実するルクセンブルク国鉄向け車両である BB3600 系電気機関車が存在する。1954年から1957年にかけて53両が製造された形式。ストラスブール機関区に集中的に配置された。車体長など外見は BB12000 型と同様だが、交流電力をそのまま電動機を動かすことに用いる直接式が採用された。 製造には、フランスの企業のみならず、SLM、エリコンなどスイスの企業も参加していた。元は旅客用として製造されたが、初期の車両は最高速度が時速 105km と低速だったためもっぱら、貨物列車に使用された。その後に製造された車両は最高速度を時速 120km に引き上げたものの、特急など高速列車に用いられるのは稀であった。 BB12000 型と比べて用途が限定されたことから1985年以降廃車が行われ、1994年1月までに全車廃車された。2013年現在2両が保存されている。重量級の貨物列車券引用として、1955年から1959年にかけて20両が製造された機関車。台車が三軸ボギー式となり、 ボンネットをはじめとした、車体長も BB12000 型や BB13000 型より長くなった。CC-14001 号機を用いた、試験運転では5パーミルの勾配区間で3850トンの列車を牽引する結果を残したものの、複数の変圧器と参照交流誘導電動機を用いる方式は、メンテナンス面でコストがかさみ、 営業運転時にも十分な性能が発揮できなかったことにより、1981年12月までに全車とも廃車となった。一両がしてデュトランに保存されている。重量級の貨物列車券引用として、1954年から1958年にかけて102両が製造された機関車。外見は CC14000 型と同型だが、 単一直結変圧器と直流電動機を備えており、営業運転時も安定した性能を発揮することができた。蒸気機関車に代わって、貨物列車を牽引したのみならず、優れた加速性能から短距離の旅客輸送にも用いられた。しかし、最高速度が時速 60km と低速だったことや貨物、輸送量の減少などが影響し1976年から廃車が始まり、 1997年までに全車とも引退した。以降は2両が生体保存されている。BB12000 系の同系車両として、1958年から1960年にかけてルクセンブルク国鉄に導入された交流電気機関車。貨物列車に加えてフランスへの国際列車をはじめとした旅客列車の牽引にも用いられた。フランスで BB12000 型などが引退した後も一部の車両が活躍を続けたが2005年3月28日のさよなら運転をもって営業運転を終了した2016年現在 BB3602 号機がドイツのアウクスブルク鉄道公園に BB3608 号機が登場時の外見に復元された上でエシシュルアッル z に生体保存されている ありがとうございます。